楽天グループの2021年第一四半期決算説明会にご参加いただきありがとうございます2021年私たちは大変好調なスタートを切ることができました国内 EC フィンテックセグメントともに今期も前年同期比2桁増益を達成広告事業もデジタルトランスフォーメーションの流れを捉え業界をアウトパフォームし続けています モバイル事業では4月から iPhone の取り扱いの開始アップグレードした料金プランによる申し込み回線数の加速またファージ普及を目的とした追加周波帯の割り当てが決定しました我々の完全仮想化ネットワークの技術力やネットワーク品質は世界的にも高い評価を受けています基地局建設の前倒しに伴う モバイルへの投資額増加は連結営業損失の要因となりましたが第三者割当増資、永久劣後債発行での資金調達を達成することで財務の健全性を保っていますそして今期も将来の成長に向けた大胆なアクションを取りました日本郵政グループとの資本・業務提携は当社がこれまで捉えてきたデジタル化への対応を オンライン・オフラインの垣根を越えて拡大することを可能にしますこれより各事業の責任者と CFO から詳細をご説明いたしますまずはグループ戦略について社長の三木田によりお届けいたします はい、でも、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、で、一つ目がですね、あの、日本郵政さんとの業務資本提携の件です。改めておめでとうございます。ありがとうございます。御社が郵政さんの、まあ、構造改革とか、事業改革に向けて。どういったイニシアチブを取っていけるのか、まあ、それが結果的に楽天のバリューアップにどうつながるのか。っていうところについて、ぜひ教えていただければと思います。楽天市場の物流ももう三兆円を超えてきて。まあ、これから五兆、十兆というふうに目指すときに。 やはり物流っていうものも触らざるを得ないという状況になってきてじゃあそれをもうゼロから自分たちだけで作るのかそういう選択肢も考えていたんですが実質的に70%ぐらいのいわゆる家庭にはですね届けるようになったんですがやりどうしてもその最後の30%の非常にコストが高かったんですよね。やはりあの、まあ、田舎になればなるほど。 コストがが高くなるとということがあったので日本郵政さんにとってはこの手紙っていうあのビジネスがだんだんこう小さくなってきてそしてやはり宅配とか、えー、インターネットショッピングが重要視になってくる中のようで非常に大きなビジネスチャンスだなると思いますし、まあ、我々にとってもですね劇的にあの物流コストを合理化できる、まあ、非常にいい座組だったなというふうには思います。うん もう本当にあの数百億円単位で将来的にはですね、まあ、我々にとっては、えー、コストメリットが出るというふうに思いますしこ民にとってもそれだけのビジネスが来るということになるんじゃないかなと思います。 さあ、2つ目があの声優の出資の話になります、うん。はい、で、特にですね。イーグローサリーについては、うん、世界的にもまだ成長分野と見られていて、うん、ま、その中で ec 化率の低い日本ではより成長の見込みが高い事業ではないかなと我々考えています。うんうん、で、かつ御社のバリューアップにとっても買い上げ頻度が高い。食料品の取り組みというのは、ltv の上昇にとっても意義深いと思っています。うん、で、この声優とのですね。出資を受けて、まあ、新しい会社も。設立 されたわけなんですが声優を一丁目一番地にしながらこの e ーグローサリーのマーケットひいてはオムニチャンネルの戦略本社、うん、はどういうふうに取り組んでいくそのお気持ちなのかここについいてて教えてくださ基本的にはあの3つありまして、えー、当然、えー、既存の声優の20%、えー、株主になりましたのでその声優のお本業のところのディジタリゼーションを進めていくと。 我々の AI なり、まあ、データテクノロジーを使ってですねすで、まあ、にもう効果が出だしてきているというふうに思います、まあ、その次がまあいわゆる声優と楽天のネットスーパーでこのイーグルーサについてはですねかなりあの本当に驚くべき成長してましてで、まあ、一つ分かってたのはやはりまあここもですね特にあの 低温度帯それから特に冷凍も含めたですね自動化っていうのは極めて重要になってくるんだと思うんですね。やっぱり長いい間そういう冷凍のところで 人がやってるっていう意味において、健康においてもそうですし、難しいという点があるので、やはりいかに自動化するかっていうことがポイントになってきて、その自動化をどんどん進めていっているということにおいて、まあ、あの、ある意味、数少ない黒字が出せる、いいクローサリービジネスになっていくだろうということであります。ただ、それで全国津々浦々かのカバーできるわけではないので、ええ、としては、まあ、地方のスーパーさんとも組みながらですね、そこのディジタリゼーションも。 助けながら、えー、リアル店舗への送客も進めながらというような形で、まあ、えー、そのデジタルトランスフォーメーションを進める DX の会社も、えー、設立したと、まあ、こういうことであります。うん、なんですね。わかりました。はい、ありがとうございます。あのその上でなんですけど、はい、ちょっとあの携帯事業のお話、はい、続いていこうと思うんですけれども。はいはい 例えば1億人の方が携帯を使っているとしてその方の携帯代がですね1万円年間減っただけで実は消費へのインパクトってかなりあるはずなんですね。そういううい意味で言うと 御社の携帯事業は、御社の企業価値全体にとってもプラスっていう考え方だけではなくてですね。うん、実は日本の社会とか、もうちょっとグローバルの社会貢献という観点でもですね。御社の携帯事業ってのは非常に意味があるなと思っています。で、そういう観点で言いますと、その三木谷さんから見たこの携帯事業というもののですね。例えば esg であったり、うん、サステイナビリティという視点から見た意味っていうのについてですね。改めて教えていただければと思います。 楽天っていう会社を始めたのも、まあ、事業をやりたいというのもありましたけど、うん、やはり、まあ、日本翻、まあ、っては世界、うん、まあ少しでもいいものにできればいいなという思いで作ってきて、まあ、携帯っていうのは本当に、まあ、ライフラインっていうよりも体の一部で単純な電話っていうことではなくて、まあ、コンテンツを見たり それからペイメントでお金を支払いをしたりねそれからラジオを聴いたりあるいはもうお選びっていう時代に入ってくると自分の健康状態をチェックする道具の一つになったりさまざまな意味でもうな,ってなくてはならないものだと思うんですよね。そういう意味にいってはやはりこれが使った量を気にしながら使わなくちゃいけないとかあるいは非常に高額であると。 えー、いうのはやっぱりあの効率マクロの経済効率としては非常に悪いというふうに思いますのでやはりまあ国際レベルか見た時に適切レベル化それ以下に持っていいく必要があるというふううに思っております、まあ、そういう意味では我々は非常にアグレッシブなプライシング戦略をしてますけども、まあ、これでも十分利益が出るというふうに踏んでおりますし、まあ、僕らが、えー、新しく開発した 完全仮想化技術っていうものはそれを支えるその経済構造を支える大きな道具になっているというふうに思います。でこの当然値段が安くなったっていうこともあるんですけれども、まあ、ソフトウェア化した仮想化したっていうのはそれ以上の意味があって本当にまあプラットフォーム革命を起こしつつあるのかなというふうに思います。 楽天のその携帯ビジネスはやはり日本の携帯事業とそれから携帯プラットフォームで輸出とこの日本で走ってましてまあ日本の携帯プラットフォー携帯サービスっていうのはある意味これ,これ自身が3つの役割があって1つはそれ自身で利益を出す2つ目は楽天のエコシステムへの貢献とこれすごいでかいんですよ。で3つ目はその世界へのショーケースが日本で成功したんだから。 まあそれは世界でも使えますよねっていうまあこの3つの役割があってまあこれはあの本当にあのこの料理が回りだすとえまあ爆発的ななな利益を出すすんじゃいいかかと思います分かりまりしたでもそういう観点で言うとその今一生思いましたのは金融の時もそうでしたし今回のモバイルもそうなんですが既存の企業がやっぱり規制業種で あのある意味恩恵を受けてた側なので。変化に対して非常に鈍感であるっていう言い方もできますね。それがある意味その御社にとって、勝ちパターンに持って行きやすい要因なのかなとも思ったんですが。そこはいかがですか。逆に。レガシーを引きずってない。強さっていうのはありますよね。まあ楽天カードも,もうナンバーワンクレジットカードになりました。はい、それから、まあ証券においても。えー、かなり第一位の会社さんに近づいてきて。はい もももう少ししたらもしししたたららかか追いい抜けるかもしれないだから銀行においてもナンバーワンのインターネット銀行ですし将来的にはメガバンクと口座数で肩を並べれるかもしれないとえまあこれはやはり社会全体がもうそのハードウェアリアルなものからまあ仮想化デジタルにシフトしていってるんだと思うんですね。それれは当然リアルが残るわけけでですけれどもでも 例えばお金とか情報とか通信っていうのはその限りではないということを考えていくと我々がやっているオンラインでできるだけのことを休ませましょうとかそれから技術についてもレガシーじゃなくて全部やっぱりこうオープン系のシステムに組んでいこうということが非常に大きなアドバンテージになっていることは間違いないと思います。 でそういうい中で、まあ、これからいろんな意味でキャピタルのリクワイメントがいるっていう中で結構株式市場で毎回議論になりますのがそれぞれの事業はかなり密接に絡み合っているので、うん、何か一つを取り出して例えば IPO することっていうのは全体グループの付加価値の創造っていうのにとってみるとですねまあプラスよりマイナスの方が多いんじゃないのかななんていう理解を持ったり。 すするんですねでむしろ一つのグループとして団結してバリューを生み出しながらあのコングロマリットプレミアムをこう追求していくやり方というのが、まあ、株主にとっても多分ににととっってても一番いいいやり方ななのかなと個人的には思っていますでそういう観点でいうと株式市の一部で、まあ、期待もされてるんだと思いますがこのフィンテック等の IPO について今三木谷さんってどういうようなご考えをお持ちなのか。ビジジネスシナジーが 我々のの場合は本当に大きいのでまあね先ほど申し上げましたカードもそうですし証券もそうですし銀行もそうですしまあこれはあくまでエコシステムの中でそういうふうになってきているとえまあ一方で各事業のリスクファクターが多少プロファイルが違うのも事実なのでその辺を鑑みながらまあ総合的に考えるっていうことだと思いますしまあもし万が一そういうオプションを取るとしても じゃあシナジーとかガバナンスとかまあえいうものをですねまあ最低限どうやって担保しながらえ進めるのかということを考えなくちゃいけないのでまあおっしゃる通りありむしろまあエコシステムプレミアムっていうか今後のロマリットプレミアムになるようにするのがまあ第一期だと思ってます。 もう少しいただければと思うんですが、はい、グローバル事業の中でですね三木谷さんが今一番ポテンシャルを感じていらっしゃる事業どういったところにあるのかっていうのを教えてくださいやはりこのモバイル技術の輸出ですねこれはかなり大きなものになっていくだろうなというふうに思ってます。えー、なのでまあただこのモバイル技術の輸出っていった時に、まあ、巨大なあのモバイルカンパニーで話した時もいやその携帯プラットフォームもいいんだけど。 一緒にこのポイントプログラムとかメンバーシップとか AI とか使わせてくれないのとあ<ー>いう話があって、はい、ですからこのとりあえず携帯のプラットフォームの輸出はバンバン進めるんですけどそれをベースにしてグローバルなまあいわゆるテレコムとですねえ事業パートナーシップを組んでまあ e コーマースであったり金融であったり。 あるいはメンバーシッププログラムであったりというものを輸出をしていくというやり方は大いにありうるんじゃないかなというふうには思いますそのグローバルの携帯会社の方が実は御社をすでにコングロマリットプレミアムな会社だと見始めてるっていうことですね。それは間違いないいなですすねありがとうござま 第一四半期における国内 E. C. 流通総額とショッピング E. C. 流通総額は。前四半期に続き順調に拡大しました。売上収益と営業利益はこちらです。楽天市場を中心に多くの事業が好調に推移し。物流事業においても収益が改善した結果。営業利益も大きく伸びました。営業利益の詳細ですが。 楽天市場や楽天トラベルを中心としたマーケットプレイス型事業が順調に改善。物流事業は当初を継続しているものの。前年差における赤字の拡大幅は徐々に縮小しています。昨今、さまざまな業界でデジタルトランスフォーメーションが進み。新型コロナウイルスの拡大によって、百年に一度の大きな社会変革の時代にあります。そして、楽天はこれまで。 店舗とともにエンパワーメントとショッピング・イズ・エンターテイメントの企業精神のもと店舗とともにさまざまな取り組みを積み重ねプラットフォームとして魅力を向上してきましたデジタル化加速に加えこれまで積み重ねてきた取り組みが走行し当社はコロナ禍から現在までさまざまな EC サービスにおいて業界全体の成長率を上回っておりマーケットにおけるプレゼンスを高めています 楽天市場のユーザーリピート率は継続して高くなっておりさらに当社のその他の EC サービスへのクロスユースも大きく拡大しています。家計消費における EC 利用の状況を見ると2019年から2020年にかけては世帯当たりの支出金額および利用世帯の成長率が加速しており家計消費における EC 支出の割合が上がってきていると言えます。そのような状況で、 楽天市場においては、当第一四半期のユーザー一人当たりの購入額と。購入頻度の前年同期比が。前四半期に続き、好調に推移しました。さらに、デジタル化加速とユーザーの E. C. 利用拡大の流れを受けて。当社のさまざまな E. C. サービスにおいて、ユーザー数も順調に拡大しています。今後さらに E. C. 需要の拡大が見込まれます。 楽天の強みをさらに活かすためにもデジタルトランスフォーメーションを加速すると同時に今後の継続成成長に欠かせない物流ネットワークの構築を推進していきますそしてこの度日本郵便と物流事業を共同で運営するため新たな合弁会社を設立します日本郵便と楽天の強みを合わせデジタル化を基にした継続可能な発展を目指します 楽天から物流事業を分割し新会社に継承させ日本郵便楽天が新会社に出資することで JP 楽天ロジスティックスを設立することを4月末に合意いたしました。 物流事業の分割継承及び両者の出資は7月1日に完了予定となっております。現在主要な市場の出店店舗向けの物流施設とネットスーパーを除く直販事業向けの物流施設は合計7拠点8施設となりますさらに2023年までに多摩八尾福岡の3拠点に新たな物流施設を 稼働させることを決定しておりますこれらの物流施設を先ほどの JP 楽天ロジスティックスに移管し日本郵便の配送ネットワークとシームレスに統合することで効率的な物流プラットフォームを構築していきますこの新会社を通じ物流 DX を加速させることで受け取りニーズの多様化に対応した顧客 UX の改善当日配送を含む注文から出荷 お届けまでのリードタイム短縮テクノロジーを活用した配送ネットワークの効率化出荷・配送キャパシティの向上を目指します新たな物流 DX プラットフォームは国内の物流環境の健全化と持続可能な社会の実現に貢献するため楽天市場だけではなく他の配送会社や荷主も参加可能なオープンなプラットフォームにしてまいります当第一四半期においても 楽天スーパーロジスティックスの利用店舗数出荷量はともに拡大傾向にあり順調に成長しました楽天スーパーロジスティックスを利用する店舗の GMS の成長率は楽天市場全店舗平均を大きく上回っております物流コストの最適化を含め利用店舗の売上と収益拡大に貢献することで楽天市場のさらなる成長に貢献してまいります 新会社設立後も店舗成長に寄与する物流サービスを楽天グループは提供してまいります続いて楽天声優ネットスーパーのビジネスについてご説明します新型コロナウイルスの感染拡大から1年が過ぎリアルのスーパーマーケットの売り上げが伸び悩む中ネットスーパーは引き続き順調に拡大しており当第一四半期の流通総額は前年同期比プラス 29.9%となりました本年1月に本格的に稼働を開始した神奈川県広北のネットスーパー専用の物流センターは順調にカイパシティを拡大しております大阪府茨木市にも拠点を開設すべく本年中に準備を完了させ22年から本格的に出荷を開始する予定ですこの開設により関西地域におけるサービスエリアが大きく拡充されます また、新たな配送ソリューションの活用を視野に自動配送ロボットによるスーパーからの行動を利用した商品配送サービスを期間限定で実施しましまた地域課題の解決とユーザーの利便性向上に向け利用範囲の拡大を目指し今後も次世代テクノロジーを活用した問題解決に取り組んでまいります。 楽天カードが高い成長を果たしたことでフィンテック各社の成長に大きく貢献したことに加え楽天市場をはじめとする楽天グループ全体のエコシステム拡大にも寄与しましたまずフィンテックセグメントの業績をご説明します各サービスにおいて顕調な顧客基盤拡大とメインサービスとしての利用が進み二桁成長を達成しました楽天カードのショッピング取扱高は引き続き二桁成長を維持し 業績を牽引しました業界をアウトパフォームした結果市場でのシェアを拡大させ2021年2月時点のシェアは20%を突破しましたまた会員獲得ペースはさらに加速し過去最短の3ヶ月で100万の会員増加を達成し2021年2月には2200万会員を突破しましたコロナ禍でのデジタルトランスフォーメーションの進展で キャッシュレスの普及も加速し楽天カードの会員数は飛躍的に拡大していますフィンテック事業では楽天カードをハブに強力なエコシステムを構築しています楽天カードの顧客基盤拡大を起点に楽天銀行や楽天証券の口座数が拡大その結果マージン率が高く安定的な収益を稼ぐことができるアセットビジネスの拡大につながっていますまた 楽天カードの成長は楽天市場の高成長にも寄与しています楽天市場の流通総額における楽天カード決済比率は増加を続け現在約7割に上りま,すまた0と5のつく日には楽天市場での買い物で楽天カードを利用するとポイント倍率が上がる独自のマーケティング施策がユーザーに浸透し楽天市場の GMS 成長につながっています。 キャッシュレス化の流れが進む中、楽天ペイメントでは一貫した顧客利便性を高める取り組みを継続し、キャッシュレス市場で確固たる地位を築いています。暗号資産から楽天キャッシュへのチャージなど、犬行きで先進的な取り組みも実施しています。今後もフィンテックは各社の成長に加え、さまざまな協業によるシナジー効果を発揮し、フィンテックグループおよび 楽天グループの成長に貢献していきますこちらが楽天銀行の当第一四半期の業績です日銀のマイナス金利政策や 新型コロナウイルスの影響等で多くの銀行の収益が低迷する中楽天銀行は決済件数の増加等により収収益益をを大きききく伸ばししし引き続き増収増益を確保しました決済件数が前年同期比31%増加し決済の中でもお客様の日常生活に直結する給与振込口座数口座振替件数がそれぞれ 前年同期比 50%32% 増えることにより楽天銀行をメイン口座としてご利用いただくお客様がさらに大きく増えましたメイン口座としての利用増加は楽天銀行の今後の収益拡大の基盤となるものであり非常に重要なものです。今年1月にインターネット銀行で初めて 1, 万口座を達成しその後も グループシナジーの強化により新規口座増加数はさらに加速しています今後数ヶ月で1100万口座を突破する見込みですまたフィンテック各社との協業を通じて顧客利便性を向上させることにより相互の事業成長のみならず相互の利益増加も実現しましたまさに楽天エコシステムの拡大が 各事業のの成長・収益向上につながったものです楽天銀行は引き続き口座数を拡大しお客様にメイン口座としてご利用いただくことにより事業の成長を加速するとともに楽天エコシステムの拡大にも貢献してまいります。 当期の業績はこちらです前回に引き続きマーケットの関係を受け国内株式や米国株式の取引量が増加した結果売上利益ともに継続的な成長を実現しました新規口座開設数はさらに加速し3月には月25万口座1・3月で65万口座の開設をいただきましたこの結果口座数は572万で 業界2位に浮上1位との差分を急速に詰めています楽天ポイントが投資でも使える施策などを業界に先駆け,けて進めた結果楽天証券は投資初心者の取り込みとアセットビジネスの拡大に成功しています株式手数料無料化の流れが進む中安定的な収益を生むアセットビジネスの拡大は重要な戦略です積み立てにいさ講座数も拡大し シェアは29%と、国内金融機関で1位です。マスリテル層を中心に、長期で資産形成される方が利用する積立てニーサ口座は、1人1金融機関でしか作れません。楽天市内時の効果により、当社を選んでいただく方が急増しています。楽天カード決済の投資積立設定口座数は、4月に100万を突破。 ポイント還元率の高さや、事前入金不要という利便性の高さがユーザーに選ばれています。また、投資に積み立つ設定額は、業界最多水準の月額450億円を突破しました。楽天証券は今後も、楽天エコシステムとのシナジー効果を生かしたサービスを中心に、お客様本位を徹底し、一般消費者からデイトレーダーまで、 幅広い人々から最も選ばれるオンライン証券として邁進してまいります保険事業の業績はこちらです 売上は、政府・ペット保険は順調に拡大する一方、損保は収益改善のための契約厳選化で、前年同期比微減となりました。営業利益は、保険引き受け利益改善やコスト削減により、前年同期比プラス10億円増益し、安定的に収益を稼げる体制になっております。楽天ポイント導入後、インターネットの保険売上が大きく伸びていますが、 第一四半期では楽天損保の自動車保険と火災保険ではそれぞれ100%以上の伸び楽天生命においても前年同期比プラス25成長しました JD パワー社が実施した2020年自動車保険満足度調査で楽天損保が1位を獲得しましたが楽天生命においても手ごろな保険料や充実した保証が顧客に支持され オリコン顧客満足度調査で1位を獲得することができましたまた昨年より進めてきた拠点最適化の取り組みにより9拠点あった東京大阪などの大都市から長崎松山の2拠点に集約しましたこれによりコスト削減効果のみならず生産性の向上や従業員スキルアップの効果も期待できます。今後保険分野におきまましししても日本郵政グループとの提携協議を開始しました 両グループのの連携により新たな価値の創造を目指していきます楽天保険グループはこれからもお客様が安心して日々の暮らしを送ることができるよう人々と社会をエンパワーメントしてまいります。 楽天ペイメントでは顧客利便性向上の取り組みを進めています。2020年11月に開始した業界初の新サービス、ポイント払い瞬間チャージは、楽天ポイントカードの提示だけで店頭支払いが完結します。これにより、利用者様、加盟店様、双方の負担が軽減されるとともに、楽天ポイントの利便性がさらに向上しました。従来、ポイントを利用した支払いを行おうとする場合、不足分を現金や他の決済手段で補う必要がありました。 本サービスは、ポイント残高が不足しているときにも、その場で瞬間的に楽天キャッシュをチャージし支配を可能にします。戦略的には楽天以外の事業者が提供する支払い手段をも楽天サービスに置き換え、エコシステムを拡張するという意味があります。また、2021年1月には楽天ペイアプリ決済において楽天銀行口座からの即時払いが可能となりました。QR 支払いにおける銀行口座からの即時払いは、他社との差別化要素の一つであり、 また楽天銀行の魅力度向上にも寄与する楽天フィンテックアセットをフル活用したサービス提供ですさらに2021年2月には楽天ウォレットで取り扱うビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を楽天キャッシュへ手数料無料でチャージできる機能をリリースしましたお手持ちの暗号資産を楽天キャッシュに変えて全国の楽天ペイ加盟店や楽天ポイントカード加盟店さらには楽天の各種サービスで利用できるようにした非常に先進的な取り組みです 今後も利用者様の多様なニーズに応えるサービス作りを行ってまいります。 楽天モバイルは今年4月 MNO サービスの本格ローンチから1周年を迎えましたモバイル業界への挑戦を続けすべての人に最適なワンプラン楽天アンリミット6をローンチし大変ご好評をいただいていますこちらをご覧ください MNO サービスへの申し込みは楽天アンリミット6の発表後急速に加速しました3月中旬から下旬にかけては 他社が新料金プランの提供を始めましたがこの期間においても楽天モバイルのお申し込みペースは堅調に推移していますまたナンバーポータビリティで他社からお乗り換えいただく方の割合が増加しています今年3月の楽天と日本郵政の資本業務提携では全国の郵便局のイベントスペースを活用し楽天モバイルの申し込みカウンターを設置するなどの取り組みを発表しました オンラインのみでなくオフラインでのサポートを必要とする顧客層へも裾野を広げていきますまた4月には iPhone の取り扱い楽天回線への対応を発表しましたこのように楽天モバイルはすべてのお客様により魅力的なサービスへと進化を続けさらなる顧客基盤の拡大を図っています同時に楽天モバイルの強みである データ使い放題の利便性を実感いただけるようネットワークエリアの拡大を急速に進めています 4G 人口カバー率は当初目標としていた3月末の80%を達成しました今年夏までに96%達成を目指し引き続き基地局整備を進めていますまた 5G においては今年3月に 47都道府県でのサービスを開始しました。4月には、東名阪エリア外における 1.7GHz 帯の開設計画の認定を受けました。これにより、当該エリアにおける 5G の展開を加速させ、楽天の 5G サービスをより広いエリアでお届けすることが可能となります。 積極的な基地局整備計画に伴い当第一四半期においては基地局関連費用が増加したほか顧客獲得が急速に加速したためローミング費用が増加しました一方で1年無料キャンペーン期間の終了に伴い第二四半期以降順次収益の増加が見込まれること今年夏ごろの人口カバー率96%達成に伴い 基地局関連費用、ローミング費用が抑制されること等により、モバイル事業における損失額は、2021年以降、徐々に減少すると見込んでいます。最後に、楽天モバイルご契約者様のデータ通信に関するデータをご覧ください。申し込み翌月度ご契約者様のデータ通信量に対し、9ヶ月目のご契約者様の通信量は、 40%以上増加していますデータ通信量は月を追うごとに増加しており楽天モバイルの利便性がご契約者様に浸透してきていると考えていますこうしたデータ通信量の増加はデータ使い放題を強みとする楽天モバイルの競争力を高めると同時にアープ増加に貢献すると期待していますこのように楽天モバイルは 4G、5G のネットワークを強化しつつ、すべての顧客層に魅力的なサービスの拡充を行っていきます。引き続き、顧客基盤の増加を図り、2023年度における黒字化達成を目指してまいります。Our vision is turning into reality. Key innovations we introduce in our network at Japan are disrupting the global telecom industry. Examples of these innovations are complete adoption of Open RAN across 100% of the network, the implementation of highly advanced edge network platform architecture. Last but not least, full automation in our network operation, resulting in significant reduction of our operational expenditures. I am very pleased with our network performance so far. However, I am more pleased with the speed of improvements. For example, we have been leading at uplink throughput experience in Japan. And now we are also leading in voice application experience, which is a testament of our network quality and resiliency for our cloud native platform architecture. However, we're not stopping there. We see further improvements in the future to achieve our aspiration goal to lead the mobile market within Japan. Our unique architecture of distributed mobile edge network will enable enhanced experiences of our customers. Those edge centers are enabling unique mobile services that serve consumers and enterprises for low latency and real time applications. Automation is usually an afterthought in traditional mobile network. However, it is in our DNA. Just last week, we were recognized as the best automated network leader in the industry after just one year of commercial service. And we are not stopping here. My vision for the network is to achieve a class four autonomous network maturity by enabling a true auto scaling, auto healing, Self optimizing and self organizing network across all of our network domains. Our adoption of rich communication services for basic voice and messaging is getting accolades in terms of experience and performance. More than 85% of calls in our network are being made through Rakuten Link app. But we're not stopping there. Rakuten Link Super app is continuing to evolve. Enabling richer and more immersive experience for our users. We are introducing numerous Racketon ecosystem services in and Link, but we're also opening the platform to third party companies. We are leading the world not only in technology architecture, but also in business model development. Our vision is to take our innovative model in Japan to the rest of the world. I am very pleased with the progress we have made introducing RCP into the telco industry. Many telcos around the world are starting to adopt our architecture from a specific mod uh, model domain, such as OSS, and our end to end platform stack. The Rakuten model is becoming de facto industry reference for next generation cloud native telco networks. Thank you very much. 新型コロナウイルスの流行によりライフスタイルの変化が起こる中2020年度に引き続き当第一四半期も楽天は大きな成長を続けました。 サービス間のシナジーを高める楽天エコシステムの仕組みが走行し、楽天グループの月間アクティブユーザー数は力強く伸長し、中でも2サービス以上を利用するサービスの割合は堅調に増加が続いています。そして楽天エコシステムは楽天モバイルが加わることでさらに強力になります。サービス開始から1年が経ち、楽天モバイルの顧客基盤は拡大。 楽天モバイルのエコシステムへの貢献が少しずつ見えてきていますこちらは楽天モバイル契約者様のうちこれまで楽天サービスをご利用になっていない方の割合を示したデータです累計で20%近くの方が新規ユーザーとなっておりこの割合は徐々に増加しています すべての人に最適なプランを提供する楽天モバイルがこれまでに楽天をご利用いただいてなかった方への楽天エコシステムの入り口となっていることがわかりますさらに楽天モバイルを契約者様の契約以降のサービス利用状況を各サービスごとに見ていると楽天市場では3人に1人楽天ペイでは6人に1人楽天カードでは7人に1人そして楽天銀行でも10人に1人が 半年から1年以内にこれらのサービスを初めてご利用開始されていることがわかりますこのように楽天モバイルの契約者様は短期間ですでに多くのサービスとのクロスユースを始めていることがよくわかりますまたフィンテックサービスに絞ったご利用状況を見ると3月時点で全体の65%が楽天カード 3割以上の方が楽天銀行や楽天ペイを利用し楽天証券も17%ものユーザーが利用しており楽天モバイルのフィンテックサービスへの高い親和性が伺えますすべての人に最適なプランを提供する楽天モバイルはこのようにこれまでに楽天をご利用いただけなかった方の楽天エコシステムへの入り口として機能するのみでなく各サービスの利用を促しクロスユースを加速させると期待しています。 これにより各サービスの成長はさらに加速しエコシステムの超拡大が一層進むと期待しています。 当社は、1億を超える楽天 ID と、それに基づく膨大なユーザーデータを蓄積しており、当社が広告事業を展開するにあたり、大きな強みとなっています。当第一四半期の当社の広告売上は、デジタル化による EC 事業の好調が追い風となり、順調に拡大しました。インターネット広告業界全体の成長率と比較しても、力強く伸びています。こちらは、 当第一四半期の広告売上の成長率の内訳ですチャートの左側の楽天自前の広告在庫を活用した領域は当社 EC サービスの好調により成長率が加速しましたさらにチャート右上の外部広告主外部広告在庫の領域においてもアフィリエイトなどのマーケティングサービスを提供するリンクシアジャパンが好調に推移しました特に外部広告主向けの広告売上に関しては 事業全体の売上成長を牽引しました中でも楽天市場における大手消費財メーカーなどの主要クライアントの売上が力強く拡大しましたさらに足元では地方自治体などの外部広告主に向けたオンライン販売チャネルやマーケティングソリューションを提供しておりそれらに関わる売上が大きく伸びています2020年は広告業界全体が停滞傾向の中インターネット広告市場は堅調に推移しました特に 物販系 EC プラットフォームの広告費は前年比プラス24.2%と大きく伸びその中で楽天は大きなシェアを占めています当社は今後も市場を牽引していきます。 こちらが第四半期の業績です楽天市場やフィンテック事業などの力強い成長によりり売上収収益は前年同期費2桁増収となりましたモバイル事業においては基地局建設の前倒しにより減価償却費が増えノンギャップ営業利益が減益となりましたがモバイル物流投資を除いた営業利益は前年同期比力強く増益しました。 第一四半期のノンギャップ営業利益の推移では国内 EC とフィンテックが増益し業績を牽引しました楽天市場は引き続きユーザーがしっかりと定着しており購入者数・購入頻度が好調に推移した結果国内 EC の営業利益は前年同期比19%の増加となりましたまたフィンテックにおいても各事業の顧客基盤の拡大と メインサービスとしての利用が進み2桁増益しましたモバイル事業は先行投資により現役が続いておりますが基地局建設が進みカバーエリアは今年の夏の人口カバー率96%に向けて順調に拡大していますこちらがノンギャップ営業利益から当期純利益までの詳細です金融収益にはリフトの評価益が計上されており 持分法による投資損益には、3月1日に声優を持分法適用会社にした際の負ののれんが約200億円計上されています。これらの結果、投資損失は前年同期比100億円超改善いたしました。2021年3月には、新株発行と自己株式処分による第三者割当増資を実施し、2423億円を調達しました。 これらののの資資金ををモバイル事業設設備投資に重当し今後の基地局建設を進めていきます日本郵政グループとは4月28日に日本郵便楽天両社が出資する新会社設立を発表しており効率的な物理事業運営の推進およびモバイル DX フィンテック EC などの分野において両社の企業価値の向上に資する戦略的な提携を進めていきます。 また4月には外貨建て永久劣後債を記載し約3200億円を調達しました本永久劣後債は格付け上一定の資本性が認められるとともに IFRS 会計上100%資本となります引き続き財務健全性に留意した財務戦略を取ってまいりますまた当社グループではパートナー企業との協業を通じた 楽天エコシステムの外部経済への一層の拡大を推進いたしますこのたび外食関連事業を株式会社グルナビ様に譲渡集約することを決定いたしましたこれによりイートイン予約に加えてデリバリー・テイクアウトサービス等のクロースユースも可能になり事業価値が一段と向上すると考えられます引き続き楽天 ID や楽天ポイントの連携を通じた グルナビ様との協業により楽天エコシステムのさらなる拡大を目指します楽天グループが重要指標として掲げるメンバーシップバリューは楽天市場楽天証券などのアクティブユーザー増加や LTV 増が寄与し目標とする10兆円に向けて順調に拡大していますモバイル事業については1年の無料キャンペーンを実施していたため課金ユーザーが掲げられていることもありメンバーシップバリューの計算には 現在加えていませんが継続的にご利用いただけるサービスであり楽天エコシステムへの貢献は非常に高いと考えています今後モバイルの楽天エコシステムへの貢献についても開示を充実してまいります今後も楽天グループはエコシステムを拡大し企業価値を高めてまいります 楽天グループの2021年第一四半期の決算ビデオをご視聴いただきありがとうございました協業を通じたデジタルトランスフォーメーションの加速の一方で創業以来変わらないことが一つありますそれはイノベーションを通じて社会をエンパワーメントするという私たちのミッションです楽天グループは今後も楽天エコシステムのサステイナブルな成長に向けすべてのステークホルダーとともに歩んでまいります ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください本日はご参加いただき誠にありがとうございました